レイドにポケモンが追加されたということで、早速レベル3のオムスターをソロでやってみることにしました。ちょっと調べてメンバーはこんな感じにしました。前にシャワーズソロをやって負けてから強化したナッシーを1体追加したのですが、シャワーズソロをやることなくレイドからシャワーズがいなくなってしまいました。がっくりんこ。最初なので集中力抜群です。適度にダメージを受けながらも避けて良い具合にこちらのゲージ技を打つ感じ。オムスターのゲージ技は原子の力ですが、これがえげつない。連発してくるしダメージ量も多い。もしかしたら一番ヤバい技に当たってしまったかも。この時点ではギリギリ勝ったと思いました。タイムアップだと私の心が折れる音が聞こえた気がした。今度は初期設定のポケモンでやってみることにしました。全然ダメだ、まるでダメだ。最初のメンバーに戻してみます。全然ダメです。さっきの減り具合は単なるラグのせいだったのだろうか。降参します。降参しようと思ったらタイムアップだし、降参もさせてくれないのか。もう一度チャレンジしてみる。早送りにするとずっと原子の力を使ってる感じ。それゲージ技やぞ。ダメだ、やっぱり勝てそうもない。もうダメだ。ダメ元でプライベートモードを解除して他のトレーナーさんが入ってくれるのを期待しようと思ったらレベル40のトレーナーさんがいた。あー、まさに地獄で仏、パスが無駄にならずに済んだ。怪力を前に持ってきてみた。電気系のポケモンを出してみるのもありだったが、しばらくオムスターのソロはやりたくないけど、まあ一人であれだけ減らせるんだから二人なら余裕でしょう。しかも一緒に戦うのはレベル40のトレーナーさんだし、まさかここでトレーナーさんがいるとは思わなかったが、あちらもそんな気持ちだったりして、これは勝ったでしょう。二人でもなかなかに手強かったな。レベル3だとこんなものか。よし、ボールは14個。ゲットチャレンジタイム。ここはパイルのみで行ってみよう。サークル固定できるのかな。来る。外した。なるほど、オムスターは近い。サークル固定できそうですね。まあオムスター相手にサークル固定使わなくてもいいのかもしれないけど。
もうそろそろゲットできてもいいのではないかと。逃げられるたびに精神力が削られていく気がする。焦り始める彦文であった。私の動揺がボールに伝わる。毎回思いますが、これで逃げられたら動画として締まりが悪い。まだ逃げますか。もうちょっとパイルのみで頑張ってみよう。サークルが大きかった。もうダメだ。早々に手を打とう。ギリギリまでズリのみで、それでもダメなら金ズリを使おう。そこまで考える彦文であった。ふうやったぜ。オムスター目、最初のバトルといい、ゲットチャレンジといい、手こずらせおって。評価を見てみよう。大した個体値ではなかった。がっくりんこパート2。というわけで、新しく追加されたオムスターでした。削除されて残念なポケモンもありますが、気持ちを切り替えて新しいポケモンにチャレンジしたいと思います。